株式会社 OM 神戸は財団法人神戸市開発管理事業団と株式会社神戸ニュータウン開発センターが経営統合して2012年10月1日より神戸ニュータウン開発センターを存続会社として OM 神戸に名称変更した神戸市が大部分を出資する第3セクターである。同志須磨区よび西区のニュータウン内にあるショッピングセンターの開発、 管理、運営を行っている。2013年10月1日、高速船、神戸、関空米シャトルを運行する、海上アクセス株式会社を、九州合併し、海運事業も行っている。運営する商業施設は、いずれも神戸市営地下鉄精神線精神のべ新線の駅前に位置している。2022年度からは、神戸交通振興が行っていた。 市営地下鉄の駅ビル事業も譲り受ける予定。各施設は大英もしくはコープ神戸といったスーパーマーケットと、その他多数の専門店で構成されている。以下、各施設を沿線の西から順に記す。プレンティプレンティ大英館かつては、映画館、精神オレンジシネマが存在したが2006年に閉館した。キャンパススクエア、スマパティオ同社の本部が置かれている。 オープン当初の名称は旅行センター。リニューアル時に現在のリファーレ旅行に解消した。ありがとうございます。